どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、運営さんに要望ということで、動画を撮らせていただきました。ですね、要望は、まあ、簡単に3つですね。まあ、かぶるところもあるんですけど、3つですね。まず1つですね、ダンジョンなどのね、難易度の見直し。2つ目はですね、ダンジョン突入時にかかる、AP 消費の撤廃ですね。でそしてデイリークエストなどのね、毎日行うクエストにかかる時間の短縮ですね。これをちょっと要望したいと思います。まあまずはね、普通のダンジョン、はいいとしてでもですね、今まで通りだったら問題なかったんですけど、このね、新しいダンジョンが2つ増えました。で3つで、ありますし、視線の方と回廊ですね。回廊の方は1つですけども、まあ、これ2つありまして3つですね。でこれによって、毎日1回残り挑戦回数がありますので、ね、毎日挑戦しないともったいないということで、まあ、必ず挑戦するようになります。でそこでかかる、まあ、一つ目とね、二つ目を同時に言うことになるんですけども、時間もかかるし、難易度が高くて、アイテムが取れないっていう状況なんですよね。まあ、前回の動画とかでも言いましたけども、これが非常にですね、大問題であります。まあ、悪く言ってしまえば、やる気をそがれてしまうっていうことですね。完全に持ち物検査が入っているという状況において、これを良しとしない方の方が多いんじゃなかろうかと思います。でそれに伴ってですね、エクストラですね、入るのに、消費 AP50 かかるんですよね。ただでさえデイリークエスト等々ですね、AP 消費しているのにもかかわらず、このね、50というのをね、新たに2つ、かかるということで、毎日ですね、アムリタとかね、そういうのが、プレゼントとかで入ってくるならともかくとして、時間がかかる上に AP 消費まで持っていかれると、現在持ってる AP がね、こういうイベントですね。イベントなり、普通の、こっちですね。ストーリーでの、アイテムですね。こういったアイテム等々の、回収に使えないということになってくるんですよね。使う機会を極端に減らしてくるというところですね。で、ここで外伝武器のとかもね、ありますんで、まあこれも撤廃してもらえればなと思います。ここにかかる AP 消費が持っていかれないっていうのがね、100ポイントほど、無駄になってしまう、感覚的にですね、新たに増えてしまったがために感覚的に、無駄になってしまうという感じですよね。これは非常にユーザーにとって損失です。損失を、与えてまでゲームを続ける、与えられてまでね、ゲームを続ける意味があるのかというふうな、感じにもなってきてます。ただでさえね、ダンジョンは討伐任命書ですね、こちらがあるにもかかわらずこちらではないですからね。それによってまあ1日に1回だったらそれでいいんじゃないでしょうか。撤廃してもらってもいいんじゃないでしょうか。で、ハードに関して言えば、まあ、AP 消費でもいいのかなとか思ったり思わなかったりするんですけど、やはりハードの方もちょっと同じような条件にしてもらえたらいいんじゃないでしょうか。で、それに伴ってなんですけど、難易度と、まあ、かかる消費の撤廃と。で、そこで3つ目ですね。修練クエストですね。修練クエストでデイリークエストがありますね。
こちらを毎日、まあやらない人もいるかもしれないですけど、残り回数2回ですね、2回やります。これにまず時間を取られます。 AP も取られます。で、そしてダンジョンクエストです。ダンジョンクエスト、まあどっちかですね、普通のダンジョンはどっちかですけど、これやはり、時間を取られます。3つか、上部では3つですけども、これも時間が取られます。新たにね、視線と回廊が出てきましたので、これにも時間を取られます。ただでさえ、周回をね強要されるゲームなのに時間を取られる。しかも、難易度が高すぎて構成を考える暇もないという感じですよね。構成を考えられる時間があればですね、いいんですけども、難易度が高すぎてですね、どうやってやればいいのかっていうのが正直わからないのが現状です。SNS などでね、有力な情報を流してくれる方もいらっしゃるんですけども、条件に合わないということが、ただ見受けられます。情報を流してくれるいただいている方にはね、本当に感謝の念はありますが、その方にとってはできても、私にとってはできないということもあります。なので難易度を下げてもらって、まあ、毎日やることですからね、毎日やることで頭を悩ませるっていうのはちょっとどうなのかなというところではあります。本当にね、頭を悩ましたくないですですね。そんなので、まあ修練クエスト等とデイリーとダンジョンはスキップ機能があればいいんですけども、そのスキップ機能もね、有効活用ができない状況ですよね。スキップチケット自体が少ないく、配布されてるのが少ないっていうのが、問題の一つかなと思っております。あと、まあ自分的にはいいんですけど、余談としてですね、前回の前々回ですかねの動画として、討伐ですね、遠征討伐の方で、これは良くなったと言いましたが、まあこちらの方もね、毎日やることなんですけど、1時間とかね、そういうのもあって良かったんじゃないかなと。こちらの方に突入できない方がなんかいらっしゃるみたいなんで、ここら辺もね、救済措置みたいなのを取っていただければなと思います。確かにね、R や SR の経験値をどうやって上げるかって言ったら、遠征で上げてる人の方が大多数だったんですよね。それでなくても、新規の方ってこう絶対に突入できなくなっている状況なので、必須の、戦力、出撃条件とかですね、6万ですね、6万とか、まあありえない話ですよね、初期の方に関して言えば、6万、ボーナスこっちのね3部隊も6万、ということは18万ですよね、戦力18万、あるかって言ったらない人の方が多いんじゃないでしょうかというところですね、正直な感想。まあここら辺はね、すぐに改善してもらえるのかなと思いますが、問題の最初の、3点ですね、ダンジョンなどの難易度の見直し、高難易度突入にかかる、AP 消費の撤廃、デイリークエストなどの、毎日行うクエストにかかる時間の短縮ですね。こちらがないともういっぱいいっぱいで、他のイベントに参加することもできないですし、人によってはシナリオすら読めていない可能性も出てくると思います。やることが多すぎて、好評であるシナリオに目を通さないという方も出てくると思います。何度も言います、シナリオに目を通さない方も出てくるということです。
なのでゲーム自体の難易度下げてもらうか、周回ゲームとしての、味をねなくしてもらって、時間の余裕のあるゲームにしてもらえるのかというところになります。これはね本当にね、今分岐点に立っていると思います。あとね最後に一つなんですけども、運営さん一日誰がテストプレイやってますかという話ですね。企画自体を盛り込んでやることが多くなって、あこれできないわ、仕事しながらだったらできないわっていう風な意見が上がってないのかっていうところが、不思議な感じです。毎日ね、1分、1AB ね3分でしたかね、3分の回復なんで、全回復、自然回復だけで、全てのね、デイリークエストが終わるのかっていうのも疑問の一つではあります。でさらにそこで、イベント等々をですねやっていける時間があるのかというところもね計算に入れてほしいなと思います。アムリタとかね、大量に配ってくれるならまだともかくとしても、大量に配ったとしてもですね、時間がかかる以上は、プレイの時間にプレイ時間ですね限界があります。その限界をテストプレイしているのかということですね。そこら辺も、見直していただければなと思います。本当にね今いっぱいいっぱいです。ゲームを、みなしごの仕事をするだけでいっぱいいっぱいです。他のゲームをされている方はいらっしゃると思います。そういう方が、いっぱいいっぱいな時間のゲーム取られるゲームを続けるとは思えません。なので、ここは考えて、見直しをしてもらいたいと思います。全体的なねゲームの見直しを考えていただきたいと思います。せっかくね、いいゲームだし、私もねこうやって動画を出させてねいただいているので、こういった動画が出させてもらえるね、ゲームっていうのはなかなかないですから、ぜひとも続けられる環境を作っていただけたらなと思います。まあ個人的にはちょっとねまとめた感じはあるんですけども、ちょっとまたね、長々と話してしまいましたけども、もう一度言います。3点、ダンジョンなどの難易度の見直し、高難易度ダンジョン突入にかかる AP 消費の撤廃、デイリークエストなどの毎日行うクエストにかかる時間の短縮ですね、こちらの方をよろしくお願いいたします。というわけで、今回の動画は、終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ご意見などありましたら、コメントしていただけると本当にありがたいです。ちょっと最近忙しいのでね、お答えすることができないかもしれないですけども、必ず読みますので、ご意見などありましたら見ていただけたらと思います。特に運営さんも見ていただけたらと思います。ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。ではラスト。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。